1番ベッツ、打率3割8分、5本、11打点、OPS 1.310。2番大谷翔平、打率3割3分3厘、3本、8打点、OPS 1.019。3番、フリーマン、打率3割3分3厘、1本、8打点、OPS 0.875。4番、スミス、打率4割、1本、12打点、OPS 0.966。アベンジャーズに見えてきた。安心して見られる。誰かが調子悪くなっても補い合える最強の打線。回も侮れないくせ者揃い。今年は楽しめそうやな。確かに、アベンジャーズやわ。あとは得点圏打率が上がってほしい。ここ2試合で調子を上げてきたアウチマンがいる。あとはラックスが機能し始めたらいよいよやな。けど個人的にはエンゼルス時代のトラウタニの方が好きだったけどね。こんな悪魔たちの後の6番にテオスカーがいるってのがさらに悪。ファンはめちゃ楽しいよね。3連覇時代のカープもここまでではなかったけど、これに近いものがあった。今後数年は誰が MVP になってもおかしくないな。こんなの反則だろ。MLB は制裁が必要だね。これあれじゃねえの。あの伝説のダブルチャンス打線できんじゃねえの。テオスカーもいいし、アウトマンも上がってきた。大谷は弁慶みたいだな。突然変異ではなく昔から日本では戦でも東北から大柄な人が出てきて活躍してる。まさに伝説の始まりを僕らは見てる。下位打線が大事になってくるね。恐怖の8番、つなぎの9番なんか出てきたら。間違いなくジャッキーの偉大な一歩がなければベッツ、大谷、フリーマンの MVP トリオは生まれなかった。これだけ集めても不思議と誰かが機能しなくなるもんだが、全員機能するとやばいな。打撃に特化した大谷翔平が今年どこまでの成績を残すか期待しまくりやな。ドジャース強すぎてバグでしょ。まだ始まったばっかだけど。ドジャースの試合見てると強すぎて安心するわ。大谷も山本も1年目から生き生きしとる。